一昨年4月23日に知床沖で発生した観光船沈没事故では乗客・乗員20人が死亡し6人の行方がいまだ分かっていません事故から2年が経つのを前に今朝海上保安庁のダイバーや機動救難士など9人が集中捜索に向けて出発しましたご家族にです、ね、何かか一つででも手がかりをお渡しできれば 一方乗客の家族は来月下旬以降船の運航会社と社長に対して損害賠償を求める集団訴訟を起こす方針を固めました会社側の民事責任を問う動きはこれが初めてでおよそ30人が参加する見通しだということです